はいどうも皆さんこんにちは、キャラクラチャンネルのケイスケです。今回はですね、タウンホール8の全開リプレイで面白かったのがペカヒーを使ったサイドカット、こちらをですねウニウニさんがやってくれたので見ていきましょう。まずはですね、7時方向ジャイアントを出してちょっとクッション置いてからのペカヒーですね。ペカヒーでしっかりとペッカでターゲットを取ってからウィザードで削っていくんですね。でそしてですね、5時方向ゴーレム、ウィザードを並べてしっかりとサイドカットと中の削りを行っていきます。これによってですね、ペッカがですね、5時方向に回らないで6時方向にしっかりと中に入っていきます。でやっぱりですね、しっかりと防衛しつつ削っておくことによって横殴りされないんですね。これによってしっかりとですねペッカが入っていきまして、ババキンとかあとウィザードでしっかりとですねポイズンをかけて相手の援軍とあと相手のバーバリアンキング処理していきます。でやっぱりですね、こんな風にですねレイジをかけることによってウォールブレーカーどんどん中に入っていって壁開けを行ってくれております。それによってペッカとババキンゴーレム部隊がですねしっかりと中に入っていきまして、中にある2連巨箱を踏んでくださいました。なのでこれによってですねホグライダーそこまで多くないです。19体のホグライダーがですねしっかりとですね生き残って回っていって全開といった流れになっております。やっぱりですね、こんな風にしっかりと進軍させることによってホグライダー回るルート少なくて済みます。あとヒーリングも2つで済んじゃうんですね。はい、こんな風にヒーリングを1個落としていきまして、でホグライダーをどんどん投入していきまして、で2個目のヒーリングをですね真ん中あたりですかね、真ん中よりちょっと左寄りの部分ですね、巨爆がありますのでしっかりとですねそこの部分にヒーリングを落として保護していくといった流れになっております。であとはお掃除タイムですね。はい、というわけでウニウニさん前回お見事でございます。いや面白いですね。というわけで今回はですねペカヒーを使ったサイドカットのタウンホール8の全開動画をお送りしていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。